はいどうも皆さんこんにちは。本日もルーンファクトリー5の動画を撮っていきたいと思います。で今日なんだけどアップデート関連の話になりますね。皆さんアップデートで新しい新機能が追加されたことご存知でしょうか。まあ詳しい内容につきましては別の動画でも語っているんですが、まずは振り返りとしまして、先日バージョン 1.04 のアップデートが入りましたと。詳しくはこちらですね。内容についてまとめた動画は別途投稿しているので、そちらの動画を見ていただきたいわけなんですが、こちらにですね、動的解像度変更の機能を追加しましたと、まあ、こういった文言があると思うんですよね。これがね、新しく追加された新機能になります。ですので、本日は、こちらの機能、具体的にどういったものなのか、これをオンにすることによって何が変わるのか、そこについてお話しできればなと思ってます。これね、めちゃくちゃ便利な機能なんで、ぜひね皆さんも活用していただければと思いますね。多分普通にスルーされてる方が9割ぐらいなんですよ。多分ね動画のコメント欄とかでも一切触れられてなかったし、あとはツイッターとか見てても全く触れられてなかったので、地味にこちら神機能になります。なので今日はねこちらを掘り下げていきたいと思ってますね。あとはその後にバージョン 1.05 のアップデートが入りました。これがなんでかっていうと、バージョン 1.04 新しい機能が追加されたのはいいんですが、こちらですね、バグのアップデートと今世間では言われておりまして、これがなんでかっていうと、見ていただいたらわかると思いますが、不具合とバグの修正がメインのアップデートだったんですよ。バージョン 1.04 っていうのは。ただ蓋を開けてみると、バグを修正したにもかかわらず、また新たなバグがしかもたくさん発生してしまって、なおかつゲームを始めることすらできないバグとかも新たに発生してしまって、かなり話題を呼んだんですよね。まあ、そういった背景もあって、翌日にはバージョン 1.05 っていう新しい更新データが入ったわけなんですが、今のところはそちらの更新データ、正常に動いてるみたいです。はい、まあ、そういったところで、前行きはさておき、本題に入っていきましょうか。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも、ルーンファクトリーの動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。おそらくルーンファクトリーをやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽に登録していただければと思いますね。ではでは、新しい新機能試していきましょうか。ではその新機能、具体的にどこを見れば使うことができるのかっていうところですね。こちらはですね、まずはオプションを開きます。で、オプションを開いて、音量設定、機能設定、操作設定っていうものがありますよね。まあ、あんまりね、ここいじったことある人いないと思うんですが、まあ、こういったところがあるんですよ。で、その中で機能設定ですね。まあ、僕はせっかちなんで、文字送り速度早いにしてるんですが、これね、早いにすると、めちゃくちゃ便利です。おすすめの設定なんで皆さんもぜひね、早いにしてみてはどうでしょうか。で、この一番下に、動的解像度変更っていうものがあります。で、もちろんオフとかオンにすることができるので、お好みで変えることができるんですよね。ではまず、こちらの動的解像度変更なんですが、オンにすることによって、どういったメリットがあるのか、そこについて話していきたいと思います。そして結論から申し上げますと、オンにすることによって、ゲームの処理が重い場面でも、カクつきが少なく、滑らかにゲームをプレイすることができます。まあ、要するに、ダンジョンの時とか、以前はめちゃくちゃカクついたじゃないですか。モンスターが大量に発生すると、瞬間移動したりとか、カクついてまともにゲームができない状態になったりとか、まあそういったことがたびたび起こったと思うんですよね。あとは街を歩いていても、人が多いところとかだとカクついたりとか、結構していたと思います。ただこちらオンにすることによって、解像度を自動的に変更してくれるんですよね。例えばデフォルトの解像度が720としましょう。ただ敵が多いところとかだと、まあそれを540とか、ないしは360ぐらいまで下げてくれたりとか、もちろん解像度が下がるとその分ね、処理が軽くなるので、結果としてカクつきが緩和されるんですよ。なのでゲームをスムーズにすることができるし、あとはカクつきが少ないので、ストレスが減ります。まあそういったメリットがあるわけなんですよね。なので、よくダンジョン攻略とか行く人であれば、こちらをオンにしとくだけで、全然ね、変わってくるので、ぜひね、こちら、動的解像度変更をオンにしましょう。では次に、デメリットについて話していきましょうか。そうなんだよ。もちろんですね、この機能デメリットがあるんですよ。まあ、聞いてたらわかると思うんだけど、メリットのところで、例えば720から解像度を540とか360にすることができますよ。しかも自動でっていう。まあ、そういった話したと思うんですよね。まあ、察しがいい人ならわかると思いますが、画質が落ちてしまうんですよ。当たり前の話ですよね。なので、
ずっと高画質でゲームをしたいっていう方にはこちら向いてません。なんでかっていうと、ゲームが処理が重いと判断した場合は画質が自動的に下がってしまうので、格付きはなくなるんですけど、画面が若干荒くなってしまうんですよ。なので画質優先の方はこちらをオンにしてしまうと、ほぼ間違いなくゲームの画質が落ちてしまうので、画質優先の方にはお勧めできる機能ではないですね。だから何を撮るかっていうところだと思いますよ。まあ、かなり使える新機能だとは思うんですが、オンにすると画質が落ちる代わりに格付きがなくなる。一方でオフにすると今までと同じなんですが、重い処理がかかる場面とかだと格付きとか瞬間移動とかフリーズとか起こってしまうみたいな、まあ、そういった話になりますね。特にこのゲームっていうのは見てもらったらわかる通り、デフォルトでそこまで画質が良くないんですよ。なのでオンにしてしまうとさらに画質が悪くなってしまうから、まあそこもそれで考え物なんですよね。まあ神機能ではあるんだけど、画質がどうしてもね荒くなってしまうんで。で、皆さんこれわかりますかね。僕はプレイしていてわかるんですけど、結構ね今画質が悪くなってるんですよ。やっぱりその走るとね、歩いてる場合とかと違って画面がすごく早く切り替わるじゃないですか。なので処理がね重くなるんですよね。なので走ると結構ね画質が悪くなってるなっていうのを実感します。まあ僕的には気にならない程度なんですが、画質優先の方は割と気になるかもしれませんね。ただまあこういった山道とかオブジェクトがないところとかだと走っていても特に画質の変化とかはないんですが、街中とかごちゃごちゃしてるところ、さらにダンジョンとかだとどうしても画質が悪くなってしまうから、まあ気になるところが結構出てくるのかなと思いました。はい、まあそんな感じかな。果たして皆さん何を撮るかっていうところですよ。まあ少なくともね、今回新機能が追加されたわけで、今まで課題だった格付きのところにテコ入れが入ったわけなので、まあ嬉しいっちゃ嬉しい内容ではあると思うんですよね。発売当初からこのゲーム格付きがやばい、どうなってんだっていう声がユーザーから上がっていたので、まあ公式さんもそういった声を汲み取ってくれて、わざわざアップデートで新機能として入れてくれたわけなんでね、まあ活用できるところは活用していった方がいいのかなと思いました。はい、まあそんな感じかな。ちなみにですね、さっき紹介した動的解像度変更なんだけど、この機能っていうのは割とね他のゲームとかでも採用されています。例えばゼノブレイド2とか皆さん知ってますか。あとロケットリーグとか、まあそういった人気タイトルが別途存在するわけなんですが、そういったゲームでもこのね動的解像度変更っていうものは採用されてます。まあゼノブレイド2とかもやってる方ならわかると思いますが、あれね超重いんですよ。超重いので、こういった動的解像度変更っていうものがないと、格付いて仕方ないんですよね。なので、そういったね、重い処理とかが加わるゲームとかは、結構ね、この機能が搭載されているものが多いです。まあ、知らない間に搭載されているものもあるんで、意外に調べてみると多いですよ。はい、まあ、そんな感じかな。はい、ということで本日は、アップデートで新しい機能が追加されたということなんですが、ただ、その新機能、公式もあまり詳しく解説してなくて、どういったメリットがあるのか、どういったデメリットがあるのか、ほとんどの方が分かってないっていう話だったので、本日は解説をさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあこれからもこういった形で継続的にルーンファクトリーの動画、あとは牧場物語シリーズの動画も投稿していくので、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもルーンファク動画見ていただければ幸いです。あとはですね、ルーンファクトリーの再生リスト、牧場物語の再生リスト、両方ともあるんで、ぜひね、この動画を見終わった後に、もう一本、そちらの再生リストから動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。